来日5回目演技中のこの人の笑顔に魅了されているファンが数多くいます。マリー・フゼシー、カナダです。一番好きな赤のレオタードを着て登場しました。本当に笑顔が華やかですね。ずっと演技中絶やさないんですよね。173センチの非常に大柄な体がマットに映えます。縄がいつもののようですね。彼女の場合背が高くなりすぎたので機械体操からコーチが新体操に変えたらどうかと勧められて始めたそうなんです。技術面はもちろんのこと、気持ちの面からの表現力について最近ではよく注意されるそうです。こういう使い方も非常に面白くて独創的ですね。ジャンプしながら投げるというのもかなり難しいんですね。なるほど。飛ぶタイミングと離すタイミングを合わせないといけないですからね。難なくやってのけてますね。自分自身も楽しくて観客も一緒に楽しめることは素晴らしいと新体操の魅力を語ってくれました、ね、マリー・フゼシーの演技でした。